どうぞどうぞ。ただいまより福岡市職員である徳永剛氏の公益財団法人日本ラグビーフットボール協会への職員派遣辞令交付式を開催いたします。本日は派遣先である公益財団法人日本ラグビーフットボール協会を代表し、チームジャパン2020男女7人制日本代表総監督の岩渕健介様にもお越しいただいております。さて、徳永氏は平成22年4月に教員として採用され、市立星稜高等学校において教鞭を取られるとともに、ラグビー部の顧問として活躍されておりました。平成28年4月からは、県立加子工業高等学校に交流研修に行かれておりましたが、この度4月から日本ラグビーフットボール協会に派遣され、男女7人制日本代表チームの強化を担当されることとなっております。それでは高島市長より辞令を交付いたしますので、市長と徳永先生は前へお願いいたします。辞令、徳永剛。平成30年4月1日付、派遣。日本ラグビーフットボール協会への派遣を命ずる。福岡市長、高島総一郎。ありがとうございます。一旦席へお戻りください。それでは高島市長から激励の言葉をお願いいたします。これ立ったままかどうぞお受けください。はい、大丈夫です。総監督どうも、よくぞ今日はありがとうございます。これから3年間、日本の東京オリンピック・パラリンピックに向けて日本がメダルを取るためにですね、3年間福岡市の職員を、新生ラグビーのコーチとして、派遣できるということなんですね。これは福岡市にとっても大変名誉な、ことであるというふうに考えております。ぜひ、徳永先生にはですね、チーム日本のために、力を尽くしていただきたいし、また、ラグビーのワールドカップ福岡でも開催されますし、福岡はラグビー熱も非常に高いところでありますので、それをまた福岡市のラグビーの発展にもつなげられるようにですね、日本のため福岡のため、力を尽くしていただきたいというふうに思います。よくし監督に、総監督にはですね、今回そういう福岡市の職員にですね、このような形で、チャンス捉えておりますので、そうしたお声掛けをいただいたことというのは本当に福岡にとってもチャンスだというふうに思っていますし、ぜひ3年間徳永先生と一緒にですね、日本のメダルを楽しみにしていますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは徳永先生よりこれから日本ラグビーフットボール協会の一員として活動されるにあたり決意表明などございましたらお願いいたします。失礼いたします。今回は日本ラグビーフットボール協会の、派遣という形で、これを認めていただきまして本当にありがとうございます。私自身も教育現場でずっと働いていましたけれども、本当にこれは一つ自分もチャンスだと思っています。オリンピックというところに、関わっていけるというところを本当に責任ある仕事だと思っていますので、本当に全うしたいと思っています。で、与えられたこのチャンスを将来的には教育現場、また子どもたち、そういうところでいろんなところに伝えれるものはいっぱいあるんじゃないかなと思っています。そういう役割も担っていると思っていますので、本当にこれから福岡市、またワールドカップもありますので、そういうところでもしっかり貢献できるように頑張っていきたいと思います。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございました。それでは岩渕総監督にも一言ご挨拶をお願いできたらと思います。はい、失礼します。市長はじめ本当に福岡市の皆さんがですね、この度徳永先生のご派遣に対していろんなご配慮を受けることができました。本当にありがとうございます。我々にとって、福岡
徳永先生に来ていただきたいというお願いをさせていただきましたけれども、当然やっぱりラグビー界にとっても貴重な人材であるためで、でもそれはイコール福岡市にとっても貴重な人材だというふうに認識しております。そんな中ですね、ラグビー、これから福岡市にお世話になりますワールドカップ、それから東京のオリンピック・パラリンピックがございます。ここの大きなイベントの一番大切なことはたくさんあると思うんですけど、2つ私は考えています。一つは当然代表チームが、いい結果を出してですね、国民の皆様にいろんな形で、我々の方からですね、今まで応援していただいた感謝を見せるということ。でそのためにはですね、やはりどうしても、いくつか、今の代表チームの中では足りないピースがございまして、その中でやはり、優れた指導者というのが一つ必要でした。で、教育現場、福岡市の教育現場で、本当に、いろんな形でですね、皆様方の、多分ご指導のことですね、優れたやっぱり、能力がある徳永先生にはどうしても来ていただきたくて、今回お願いをさせていただきました。でもう一つはですね、やはりもう一つワールドカップ、オリンピック、パラリンピックを通して大事なことは、よく言われるレガシーという言葉があると思います。で、当然ワールドカップを福岡市でやっていただくにあたってはいろんなレガシーがあると思うんですけれども、今回やっぱり徳永先生に来ていただけることになりまして、徳永先生ご自身がですね、やはりワールドカップ、オリンピック、パラリンピックのレガシーとしてやはり福岡市に戻られて、その後も、当然日本のラグビーにはいろんな形でサポートいただきながら、やっぱり福岡市の皆様に、いろんな形でそれをお伝えしていただいて、福岡市の皆様にも喜んでいただけるような、そういうご一緒させていただく3年間にしたいなというふうに思っております。本当に今回はですね、貴重な徳永先生という人材をですねお分けいただいて本当にありがとうございます。またいろんな形でご報告、それから福岡市の皆様にもですね、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピックまでの3年間だけじゃなくて、その先も含めていい関係をですねお築きできるように、ぜひともよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。